きい梨があります。差し入れで夜公演入りました。めっちゃ輝いてました。ありがとうございます。嬉しい。はい、お疲れ様です。なし、めっちゃ大きい。めっちゃ大きくないですか？めっちゃ大きいです。これめっちゃでかいですよね。ええ値段しました。いただきます。ええ値段らしいです。確かにめっちゃ高級そうな。おなしさんありがたいです。いただきます。え、めっちゃ大きい。すごい、こんな大きい梨初めて見ました。めっちゃ美味しいです。わーい、後でじっくり味わいたいと思います。うん、あ、すごい可愛いアイテムが。ありがとうございます。フルーツで一番好きなのは、うん、迷いますね。ここはやっぱ私ミックスジュースでいちご担当でやらせてもらってるんですけど、これここはいちごって言っといた方がいいですよね。いちご好きです。いちご大好き。いちご狩りとか昔行きましたね、家族とか。うん、でもほんまにいちご好きやねんけど、あとはパイナップルがめっちゃ好きです。うん、パイナップル、うん、パイナップルめっちゃ好き。でも1位はいちごです。アイドル的にもいちごが正解と思うので。はい、こんばんは、こんばんは。今日のリップどこの？このリップはどこのでしたっけね。今なくて、2個重ねる塗りしてて、公演の時はなんかティントのリップを使ってて落ちにくいので、それとあかりんさんの B アイドルのピンクのやつ使ってます。だから2個使ってますね。いちご大福大好きです。でもパイナップルの大福もめっちゃ美味しいから、皆さん食べてみてください。うん、大福で言うと私パイナップル大福の方が好き
なんか普通に考えてさ、フルーツと餅、フルーツと餅ってさ合わなさそうやん。でもなんであんな美味しいんやろ、なんであんな合うんですかね。パイナップルの大福なんてあるんや。そう、もうめっちゃ美味しい、一番好き、大好き、食べたい、うん、2回公演お疲れ様、ゆっくり休んでね。ありがとう、優しい。え、なんか喋ろうとした、何やろう。こんばんは、こんばんは、嬉しい。何言おうとしてんやろう。かそういう時ある。え、あるよな。ここでのパフォーマンス良かったよ、ありがとう。おここ喉大丈夫？え、大丈夫です、全然大丈夫です。最近寒いですよね。こんばんは。わー、あ、やばい、いてて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 、あん。運動会で何出たい？そう、今日の MC で運動会の話になったんですけど、あれ出たい。え、あれなんですっけ、運動会のなんか赤白分かれて玉ポーンって入れるやつです。玉入れ。あ、玉入れですか。玉入れしたい。なんかこういうやつにわーってみんなでそうまんま、まんまで、まんまでした。あれ、あれ好きです。そう、カゴに入れるやつ。ね、また運動会 NNB でできたらいいなと思います。前まではねできてたけど、最近できてなかったからしたいですね。そう、地味に入らん。したい。スタバの新作飲んだ？え、飲んでなくて。お芋ですよね。なんか挑戦しにしづらい。いつも同じのを頼んじゃう。ココの足早いもんな。え、なんで知ってるんですか？え、多分早いと思う。分からん。早い方かもしれへん。そこまで早くはないかも。でもめっちゃ走るの好きで、なんか前に友達と鬼ごっこしたんですよ。この年になってって感じですよね。はやって言われた。変わってないやんって。相変わらず早みたいな。鬼ごっこめっちゃ好きで鬼ごっこ好きそうって
鬼ごっこめっちゃ好きなんですよ。でこの高3になって女子5人で鬼ごするっていう友達と可愛いですよねめっちゃ可愛くないですか。そんな高3おる？まあでも確かに、ありがとうございます。ゆずと未来と前は公園行ってブランコ乗りました。めっちゃ楽しかった。うん、ブランコってこんな楽しいんやって、うん、びっくりしました。今日のメイクかわいい、ありがとうございますなんか なんなんですかねこれ、オレンジメイクです今日は。ココナとゆずの、何これ、なんて書いてんのやろ、最寄り劇場、あ、ゆり劇場でした。やばいですね。ゆり劇場、まず私とゆずのゆり劇場やばくないですか。それはやばい、うるさそうって言われちゃいました。なのでできません。さすが、すいません、いつも間違えるこの感じずっと笑っちゃう、やばいやばい、漢字勉強します。笑ってはいけない、ね、笑ってはいけない、やってみたいですね、ちゃんと企画として。フォローしました、ありがとうございます。いや、あ、大阪魂公演で一番好きな曲は、迷いますね。歌詞とかだったら、おいしょうーん、すべては途中経過、とかが好きですね。うん、ウィンクの銃弾も好き。お、15分経ちました。皆さん今日も本当にありがとうございました。これからも押してください。自慢の推しと言ってもらえるように頑張ります。ランキング読みます。13位がノリンドさん、12位タティさん、11位ミオッチュさん、10位エイジさん、
9位ササキングさん、8位サトちゃんさん、7位スケカニさん、6位白玉さん、5位キューちゃんさん、4位ライトアンさん、3位スノーマンさん、2位ヒジリマンさん、1位ニクミンさんでした。ありがとうございました。皆さん体調気をつけてください。うちわとペンライトと生誕 T シャツといろいろありがとうございました。11月3日のライブも楽しみにしてます。また配信します。ありがとうございました。大好きです。キュンです。あ、スクショタイムしとく。あ、ちょっと待ってください。ありがとうございました。